水晶の角玉1実業家笠松茂蔵は薄火の差す縁側に出て最近に手に入れた見るから古めかしい茅野正の正目の碁盤を艶布巾を手にしながらしきりに拭いていた梅雨時で降り続いた長雨がけさ方ちょっと上がったので 潜水のコや船は水面に近いところを勢いよく泳ぎ回って時々ぼちゃんと水音を立てたりしていた石を買わなければならないなぞ蔵はこんなことを考えながら案外によい碁番なのでほくほくものでしまいに番を仰向けにして艶吹きをかけ出したがどうした弾みか足が一つ 「おや?」と思ったがよい碁番には足をはめこむ穴にその碁盤をこしらえた五番紙の名が書いてあるということで一度足を抜いて調べてみようかなどと思ったりしたことがあったのでそれほど驚きもせず取れた跡をのぞき込んだが穴の奥にまた小さい穴があってそれが ただの丸や四角の形ではなく、変に角が多く、切り口のところは八角ほどになっていた。おや、変だな。今度は本気に意外に思いながら、取れた足を見ると、足の方にも変に角ばった穴が開いていて、盤の方の穴にぴたりと合うようになっていた。うーん。 何か隠してあったのだな。重蔵はちょっと当惑したように眉をひそめたがやがて思いついたようにほかの3本の足を抜いてみた。この方には別に不思議な穴は開いていなかったが漢字で「盗難鍵」「蔵」という文字が1本の足の穴に2つずつ書かれていた。 しばらく小首を傾けていた茂蔵は、そっと末の子の部屋に入って、粘土細工用の粘土を取り出して、元の座敷に帰ると、奇妙な穴の開いている碁番の足跡に入れて、上から足をぐっとはめ込んで、固まったところを見計らって足を抜き、粘土を取り出してみた。粘土は縦横幅ともに、 六七分くらいいに正しい形で面の数が無数にあるちょうどダイヤモンドを磨き上げたような形をしていた宝石が隠してあったと見える老実業家はまた少し怪しくなってきた空をじっと睨みながらしばらく考えていたがやがて彼は穴の跡を丁寧に拭いて それぞれぞ足をはめ込み碁盤を重そうに抱えながら床の間の上に運んだそうしてそれっきり他の用事に紛れて彼はそのことを忘れるともなく忘れてしまったふた月ばかりたって夏の宵に珍しく老実業家は着流し姿でステッキをふりふり京橋のある裏通りを散歩した この辺りは小さい骨董店がたくさん軒を並べているところで、どうかすると掘り出し物があるので、彼は暇があると好んで冷やかして回るのだった。彼はブラブラと歩いていたが、ふと通りかかった一軒の汚らしい骨董店のウィンドウに目がつくと、彼は吸い寄せられるようにその傍らに寄り、ピタリと足をとどめて、 熱心に中を凝視しだした。ウィンドウの中は、お定まりのすすで真っ黒になった怪しげな仏像だの、二三寸濃い口をくつろげた刀剣、水牛の角、絵体の知れぬ仏具などが乱雑に並べてあったが、それらのものの中ほどに小さい下んの置物机があり、その上に、 模様のよくわからなくなった古い房をもったいらしく広げてその上に透き通るように美しい小さい多面体の水晶らしい石が置かれていたぞうの目はその石の上にその石を溶かしてしまいはせぬかと思われるほどの勢いでぴたりと注がれていたというのはその石の大きさといい 形といい、二月前に彼がフ古碁盤の足の抜けた後の奇妙な穴で形を取った粘土と寸分違わぬように思えたのだった二。2. 老実業家はつかつかと店の中に入った店には頭をきれいに分けたちょっとこうした骨董店の番頭とは思われない 若い男が店のほうに尻を向けて新聞を読んでいたが、茂蔵の入ってきたのをそしらぬふうで振り向こうともしなかった。茂蔵はむっとしたが、それでも、こんばんはと声をかけた。すると若者はしぶしぶ新聞を置いて振り返って、うるさそうに、こんばんはと答えた。 あのウィンドウの中にある水晶の玉みたいなものねあれを見せてくれませんかあれはダメです若者は首を振った見せられません見せられないどうしてあれは売り物じゃないのです売り物じゃない茂蔵はあきれたように繰り返したが 売り物でなくてもちょっとくらい見せてくれてもいいだろうところがいけないのです誰にでも手を触れることはお断りしてあるのです不思議な話だろう実業家は腹立たしそうに叫んだがじゃあ一体どうした品なんだねよそ様からお預かりしているのですよそれをまた何のために あそこへ出しておくのだね。主人の言いつけですから私は知りませんではとにかくあれは売らないのだねええ売りませんいくら出してもええいくらお出しになりましても売りません老実業家はプンプンして店を出た骨董店が ウィンドウへ品物を飾っておきながら、売らないという法があるものか、それにあの店員の、無愛想極まる態度は何だと、茂蔵はひどく腹を立てていたが、そこは金を有り余るほど持っているわがままな実業家にありがちなことで、いくらでも売らぬと言われるとなおさら欲しい。金を山と積んでも、わが手に入れたい。 たかが水晶の角玉だけれども、それが例の五番の裏に隠してあったらしいものと、寸法がすこぶるよく似ているということと、ウィンドウにもったいらしく置かれているということと、しかもいくら出しても売らないということなどが、痛くこの老実業家の好奇心を刺激した。どうしても手に入れてやるぞ。こうなると、 意地になるのが彼の癖だったからそのあと2回ばかりその店に行ったそうして同じような押し問答をしていつも空手で帰ってきた物事が思うようにならないとイライラするのが人の常だがましてやわがままな老人のことであるからひどく機嫌が悪くなって家の人や事務所の事務員に当たり散らした 当たり散らされた方では、また始まった、と思いながら、できるだけ逆らわないようにしていた。死後にたって、重蔵老人は、自分の力だけでは、あの水晶の玉が容易に手に入らぬと見切りをつけたのと、水晶の玉にばかりかかってられぬ用事ができたので、彼は総領の重太郎を呼んで、五番の足のことから話して、 ぜひその玉を買い取るように言いつけた一部始終を聞いた重太郎は年が若いだけにひどく碁盤の方に興味を持った「よろしいきっとその玉を手に入れてみましょう」でお父さんいくらまで出すんです「千両まで出す」「もし買えたら骨折り量として貴様に百両やるよ」 一週間暇をください。重太郎は抜け目なく言った彼は23年前に大学を出て父の経営している会社に重役秘書という名で勤めているのだった1一週間は長すぎるな重蔵はしばらく考えていたが水晶の玉がよくよく欲しかったと見えて「よろしい休暇をやろう」 そののわりきっと手に入れるのだぞ。しかし父がすでに調べた以外に格別新しい発見をすることはできなかったので5番を買い入れた店に電話で出どころを聞き合わせたところが埼玉県下の某豪農の所持品ということが分かっただけで。 それ以上めくわしいことはかからなかったそれでなおできるだけ詳しいことを調べてもらうことを依頼して第一の目的たる水晶の角玉を手に入れるべく父から教えられた店に出かけた日中はあまりに暑いので日のずっと傾いた黄昏近くに重太郎は京橋の裏通りの例の骨董店の前に立った ウィンドウには父の言った水晶の玉が父の見たときそのままで飾られていた。重太郎は別に何ということなしにしばらく立ち止まって玉を眺めていた。すると彼の傍らに寄り添って同じように窓を覗くものがあったので彼は少し場所を譲りながら見るともなしに見ると真っ白な洋服を着た 美しい若い娘だったはっと思っているうちに彼女は窓を離れてつかつかと店へ入っていった重太郎も無論店へ入るつもりだったが先を越された形でそれにその店がひどく狭くって2人の客を入れるには窮屈だったしするのでその女客が出てからにしようと思って入り口のところに立って 中の様子を見ながら待っていた「こんにちは」娘は透き通るような声で言った中にいた番頭は父の時の番頭と同じものらしかったがこの番頭は一日中新聞を読んでいるものと見えてこの時も後ろ向きになって広げた新聞に顔を埋めるようにしていたが面倒くさそうに「こんにちは」 と答えて振り向いたが、思いがけなく若い美しい娘が立っていたので、少し老狽したようだった。娘は重太郎の見るところでは、どこかの女事務員というタイプだった。しかし、その真っ白な洋服がぴたりと合うような、清楚な上品な顔立ちで、晴れ晴れとした目は人懐っこいながら、どこかにおかしがたい気品があった。 重太郎は思わずうっとりと女の横顔に見とれていたが彼女の言った次の一句に電気にでも触れたように体をしゃちこばらした「あのウィンドウの水晶の玉を見せてくださいな」さてはこの女もあの玉を欲しがっていると見えると思いながら重太郎は固唾をのんで番頭の返事を待っていた。 ダメです。あれは見せられません。番頭はかねて聞いていたように、い愛想に答えた。そんな意地の悪いことを言わないで、ちょっと見せてくださいな。女は、こびを含んだ目を番頭に向けながら、嘆願するように言った。ダメなんです。あれは売り物じゃないのですから。売り物じゃないんですって そんなことはなないでしょう。そんなことを言わないで見せてくださいよ本当に売り物じゃないのですからさすが仏頂面の番頭も相手が美人なのでいささかモテやまし気味だっただって売り物でもないものをああやって出しておくわけはないでしょうそれがか看板なんですよえ看板ですって ええ、あれを見て入ってきた人が何か他のものを買ってくれますからうそうそ娘は微笑みながらおてんばらしく叫んだ番頭さんたら意地悪ねちょっと見せてくださいったら見せてくださいないいえダメです重太郎は二人の問答と様子を見聞きしながら番頭の堅い字なのと 娘が熱心なのに驚嘆していた。あのおぼこな、しとやかそうな娘が、ほとんど色仕掛けと言ってもよいほど、色っぽい目で誘惑を試みようとしているのは、よくよくのことであり、その美しい女の目の誘惑にさえ乗らず、ちょっと手を伸ばして、あの小さい水晶の玉を見せようとしない番頭にも、よくよくの理由がありそうに思えるのだった。 やがて娘は落胆した色を表しながら、とぼとぼと店を出てきた。重太郎はもうその店に入って、あの不愛想な番頭と無益な問答を繰り返す勇気がなくなっていた。その上、彼は美しい娘の姿と、その娘が非常にあの水晶の玉を見たがっていることに好奇心を起こして、思わずじっと彼女の後ろ姿を見送った。 と用意ならぬここととが起こった。というのは、例の番頭が、店の奥の方から、ちらと表の方へ目くばせをしたが、すると、店の向こう側の軒先に佇たずんでいた風亭の悪い男が、ちょっとうなずいたかと思うと、女の後をつけ出したのである。重太郎はあっけに取られたが、考えてみると、父の場合も、 やはりこんな微行がついたのかもしれぬ。父は気がつかなかったようではあるが、何にしてもこの店は怪しい店だ。あの水晶の玉で人を釣って何かよからぬことをしているのにそういない。いずれにしてもあの可憐な女を見捨てておくわけにはいかぬ。重太郎はとっさに決心すると、ウィンドウをつと離れて、 女を尾行していく快感をまた尾行し始めた、4. 女は怪しげな男が尾行しているのに気がついたらしく急に足を早めて不安に耐えないようにそわそわしだしたずっと離れて後からついていった重太郎はその様子を見ると猶予していられないような気持ちになって 足を速めると、駆け出すようにして、尾行している快感を追い抜き、彼女に追い迫って、肩を並べるようにしながら、もしもし、と声をかけた。娘は、飛び上がるように驚いて、横を見たが、それが、尾行してきた怪しげな風亭の男ではなく、立派な青年紳士だと見ると、やや安心したらしいが。 それでも油断なく身構えながら「何かご用ですか?」ときっぱりした口調で言ったそれはさっき骨董店で番頭に色っぽく話しかけていた時と別人のようだった重太郎にはかえってその方がうれしかった「今ねあなたを怪しげなやつが尾行していますですから失礼ですけれども」 僕はあなたの友達のように見せかけますから、あなたもそのつもりで、並んでお歩きください。重太郎は早口に女の耳元でささやいた。娘は重太郎の悪意のない紳士であることをようやく悟ったらしく。ありがとう。と、簡単に礼を言って、足並みを普通の速さに落として重太郎と肩を並べた。 それからね、甚だ失礼ですけれども、並んで歩きながら茂太郎は相変わらず早口に言った。あなたの見たがっていらしたあの玉ですね。実は私もあれを手に入れたいと思っているのですが、それについてちょっと奇妙な話もあるのですがあなたがどういうわけであれを欲しがっていらっしゃるかというわけも聞きたいし、ちょっとどこかで、 お話しくださるわけにいきませんでしょうか。ええ。娘は往来で初めて会った男に、こんなことを話しかけられて、だいぶん警戒しているようだったが、重太郎の人柄が信頼できそうなのと、水晶の玉についての話というのが、よほど興味を引いたと見えて、小声で答えた。ええ、参りましょう。では、タクシーを呼びますから。 重太郎はいそいそして言った。とにかく、あの尾行してくる男を巻いてしまうためにお乗りください。そう言って、重太郎は走ってきたタクシーを呼び止めて、娘を中に入れ、自分も続いて中に入り、運転手に、須田町と言った。神田に近づいてくると、彼は急いで運転台との仕切りの窓をたたいた。 ここで降ろしてくれたまえ。乗ってきたタクシーが走り出してしまうと、茂太郎はまた別のタクシーを呼び止めて、彼女を促して、再び車中の人となった。銀座茂太郎は運転手に命じておいて、彼女の方に向き直りながら。銀座あたりの喫茶店でお話ししましょう。こうしておけば、例の尾行していた男が、 私たちの乗った自動車の番号を覚えていて後で見つけ出して運転手に聞いたとしても大丈夫ですよ5重太郎は彼女を銀座のある喫茶店の2階に伴った日が暮れたばかりのところなので客はほとんどいなかったどうもご迷惑です重太郎は言った 私は笠松茂太郎といいまして、会社員です。あなたは私は小山直子と申します。やはりあの、会社に勤めておりますの。何という会社ですか若い女と話しつけないので、言ってからはっとしたほど彼の質問はぶしつけだった。はあ。直子は少しもじもじしていたが、 M ビルディングの友達商会と申します。友達商会 M ビルディングといえばやはり重太郎の勤めている会社もそこにあるし彼は M ビルディング関係者の組織している M クラブの会員であるから少し大きいところの会社員の主なるものは知っているはずだったが友達紹介というのには覚えがなかった。 最近にビルディングに移ってきたのかさもなければよほど小さい店なのだろう古くからお勤めですかい,いえ最近ですのところで重太郎はぼつぼつ本題に入った水晶の玉の一件ですがねどういうわけであれほどご執心なのですかお差し支えがなくばお知らせくださいませんか あれは私が欲しいわけではございませんの。商会の社長の友田がぜひ手に入れたいと申すのです。へえ、実は私もね、親父がぜひ手に入れたいというので、今日あそこへ行ったのですがあなたの談判の様子ではとてもダメらしいので入らずに来たんですよ。あら、ナオコは目を見張った。あれを聞いていらっしゃったんですか 彼女はだいぶん打ち解けてきたええ重太郎も軽く返事ができるようになったまあ私どうしたらいいんだろうあんな恥ずかしいところを見られて彼女は顔を赤くしていかにも恥じいるというふうだったかまいませんよ社長さんのために一生懸命になっておられたんですもの重太郎は 気の毒そうに慰めたええ全くそうなんですわそう思っていただければ私安心です実は社長という人がとても骨董の好きな人でして四十骨董屋をあさって歩くんですが四五日前にあの水晶の玉を見つけたんですねところが番頭が占いばかりか手に取って見せることもしないので 一時は腹を立てたらしいのですが骨董好きなんて妙なものですね占いと言われるといよいよ欲しいものと見えますで今朝でした私を呼んで小山さんこれこれのわけなんだが私が言ってもどうしても応じないがあなたは女だから向こうでもいくらか愛想よくするだろうし話もきっとつくと思うからぜひ行って買ってくれと申すのです 私は一度は断りましたけれども、立ってと言いますので、仕方なく引き受けましたのですわ。私の親父もその通りなんです。茂太郎はあまりに話がよく似ているので、思わず微笑みながら口を差し挟んだ。そうですか。尚子もにっこり笑いながら。でも私、それだけなら。 あんな嫌な番頭にあんなに嘆願はしませんでしたわ。ああ、わかりました。検証があったんでしょう。ええ、そうなんですの。私が成功すれば1000くれると申しました。ほう、それは私のより大分多い。あら、あなたにも検証がありますの。2二人は顔を見合わせてにっこり笑った。 ええ、私のはたった100円ですよ。だって、それはお父様からいただくんでしょええ、そうです。それならいくらでも結構ですわ。私だって、お父さんが生きてさえいたら、わずかな金が欲しさに万頭風情をつかまえて、あんなはしたない真似はいたしません。お父さんはお亡くなりになったのですか。ええ。 今は母と二人きりですの。私の家は祖父の代までは埼玉県で一二を争う豪農だったんだそうですけれども、父の代になってすっかり貧乏してしまいました。今は私がこうやって働いて母を養っておりますの。ですから今の私にとりましては千円だって馬鹿にできない大金ですわ。それでも母がいなければ、 お金なんか欲しいと思いませんけれども彼女は急にしんみりした口調になった重太郎は埼玉県という言葉を聞いて急に膝をすすめたあの埼玉県の豪農でしたって6埼玉県の豪農と言っただけでは埼玉県も広いし 豪能も数が多いし、それが例の五番の売り主とは決まっていないけれども、どうせ所蔵品を売り払うからには落ちぶれたのだろうから、その点ではあるいは関係があるかもしれないと意気込んで聞いたが、実は茂太郎は水晶の玉のことなどはどうでもよくなって、今はこの可憐な美しい直子と話しているのが愉快でたまらなかった。 彼はちっとでも多く彼女を引き止めて話がしたかったのだ。落ちぶれた豪農の娘。けなげにも華奢しゃな体で働きながら母を養っている娘。血の気の多い重太郎の頭にはもうロマンチックな物語が作られていたのだった。ええ、そうなんですの。豪農の娘だったなどと、はしたないことを口にしたのを、 後悔したらしかったが、今更否定もならず、彼女はかすかにうなずいた。では、もしや、五番がありませんでしたかこれは我ながらおかしい質問だった。合能でなくても、五番の一面くらいは、どこの家にでもある。重太郎は苦笑した。ええ、ございましたわ。な子はこう答えたが、 あまり出し抜けの質問に面食らったようだった。いや、茂太郎は頭をかきながら、五番といっても、普通のでなく、古びた茅野正目の。茂太郎は、詳しく五番の様子を説明した。ええ、それと同じのがございました。直子は昔のことを思い出したように、目を輝かして答えたが。 急に沈みながら「ですけれどももうありませんわ」とうに売ってしまいましたから「うちへその碁盤を見に来てくれませんか今言った古い碁盤を最近に手に入れましたから」ええそれは本当ですか直子は興奮して叫んだ「参ります」ともお差し支えさえなければ。 重太郎は彼女の言葉を半分も聞かないうちにボ意を呼んで感情を命じていた20分の後には2人を乗せたタクシーが笠松家の玄関に横付けになっていたタクシーから出て辺りを見回した瞬間に直子はひどく気後れがしたように言った「まあこれがあなたのお宅なの?」 ええ「ああ私」彼女は口の内でつぶやいていた「来なければよかった」けれども5番の誘惑に耐えかねた彼女はおずおずと玄関に上がった重太郎はまっしぐらに座敷に彼女を案内した5番を見た瞬間に彼女は棒立ちになったしかし 次の瞬間に彼女は、歓喜に耐えないという叫び声を出して、五番に駆け寄ると、母親が赤ん坊をあやすように愛武しながら言った。ああ、これです。これに違いありません。これは先祖から伝わったもので、父が死ぬまで愛して、そばを離さなかったのです。それを千年、家を畳むときに、やむなく売り払ったのでした。私はなんだか、 死んだお父さんに会ったような気がします彼女は階級の上にむせびながら五番を抱きしめた「そうでしたかでは早速お聞きしますがあなたはこの穴の中に隠してあったものを知りませんか」「重太郎は五番を仰向けにして一つの足を抜いて例の小さい穴を示した」「ああ」 子はびっくりしたように叫んだ。こんなところに穴のあるのは少しも知りませんでした何が入っていたんでしょうか彼女は穴をじっと見ていたがおやこの穴の形はあの水晶の玉そっくりですではもしや彼女はしばらく考えていたが突然狂気したように飛び上がりながら叫んだ ああ思い出しました思い出しましたこの穴に入っていたものをええそれはどこにありますかそして何ですそれは重太郎は彼女の傍らにすり寄って叫んだ7それは鉄の塊です私が大切にしまっておきました 彼女が息を弾ませながら語るところによると、彼女の父というのは一種の発明教で、それに大の帝国主義者だったので、その当時ではまだ珍しかった飛行機の研究をしたり、水雷を操縦する機械の発明に凝ったりして、とうとう親から伝わった莫大な財産を一文なしにしてしまった。しかし、一部の人々の中には、 あれほどの大財産がすっかりなくなるわけはない。どこかに隠してあるのだろうと疑って、いろいろ調べてみたが、結局何にも売るところはなかった。母も、ことによったら、お父さんが戦争の時を考えて、金にでもして隠しておかれたかもしれないと冗談のようには言いましたが、結果私たちに残されたものは、古ぼけた家財道具と、今言う鉄の、 角の多い四角な塊だけで鉄の塊は父の生前よほど大切にしていましたので何の役に立つかわからないでしまっておきましたのです鍵はありませんでしたか鍵は一部始終を聞いて重太郎は興奮しながら叫んだ「えどうしてそれをご存知ですか?」「古びた鍵一つ父の残していったものがあります」 そうですか。では行きましょう。えあまり出し抜けだったので、直子は耳を疑うように、どこへ行くのですかあなたの故郷へ。あなたの元の屋敷へ。参りますい。奈央子は首を振った。昔のことを思い出すのは嫌ですし、それに、彼女は口ごもりながら、 私はあなたとお付き合いをしたことを後悔していますの。あなたにお会いしなければよかったと思っていますわ。私はやはりただの女事務員として暮らしていかねばなりませんもの。あなたのような方とお付き合いはできません。いいえ、そんなことを言ってはいけません。あなたはあなたの家に隠された宝を探しに行かねばなりません。え 宝ですってそうですどうしてそんなことがお分かりになりました想像です想像ですけれども確かだと思われますですが考えてみると今日はもう日が暮れました明日の朝参りましょう8浴く早く2人の男女が「 川越行きの電車に乗っていたそれは笠松重太郎と小山直子だったが電車に乗った時から彼らの後を怪しい男が二人尾行しているのを彼らは少しも知らないようだった二人は宝を掘りに行くという異様な仕事にすっかり余裕を失っていたこれが蔵ですわ母屋の方には 人は住んでいますがこの蔵はこんなに荒れてしまったからもう使ってないようですわ2二人がナオコの旧屋敷に着いた時に奈央子は定時路になった狭い道の角に立っている蔵を指さした「この角が盗難ですか」「いいえ向こうの角になります」では断らねば入りませんね。 どっちにしたって断らなければ入れません私が断ってきます直子は駆け出したがやがて許しを得て帰ってきたので2人は蔵の中に入ったこれが盗難の隅ですね鍵穴があるでしょうから探してください重太郎はそう言って用意していた懐中電灯を照らしたあ ありましなお子はさけんだではあなたのもっているかぎであけてくださいたぶんあうでしょうええあいますですけれどもわたしなんだかこわいようなきがしてバカなことをいっちゃいけませんはやくあけてごらんなさいゆかのすみにあったかぎあなにかぎをいれてかちりとひねると 床の一部がが持ち上がるようになった。床の下には小さい鉄の箱があった鉄の箱の鍵もやはり同じだったので難なく蓋を開けると鉄の箱の底に多角形の穴が開いていてそれが管のようなものでずっと土中まで続いているらしかった重太郎はしばらく腕を組んで考えていたがやがて なお子のほうをむいて「なお子さんこのあなかられいの鉄のかたまりをなげいれてごらんなさい」。なお子がいわれたとおりにあなに鉄のかたまりをいれるとかたまりはあなにちょうどすれすれに適合してスルスルとすべっていった。と呆然たる音響ぐらぐらとくらがゆらめいた。地震 二人は手を取って飛び出したが、ぞっとしたことには、地面が急に落ち込んだと見えて、蔵のすぐ外側に大きな穴が開いて、蔵の壁の一部がその中へ落ち込んでいた。二人は手を握り合って、ブルブル震えながら穴の中を見たが、あっと叫んで顔色を変えた。穴の中に血にまみれて二人の男が倒れていた。 二人でコワコワ再び覗き込むと、倒れている一人の男は確かに例の奇妙な骨董屋にいた無愛想な番頭だった。もう一人は、あ、あれは確かにモ吉です。そう言って彼女は茂太郎にしがみついた。モ吉とは、以前私のところにいたゲなんです。と、ナオコは答えた。が、 何を見つけたか再び驚きの声を上げたあの二人の倒れている下に何かあります不意に落ち込んだ穴の中には大きな鉄製の箱があってその中には時価10万円余りの八金塊がぎっしり詰まっていた無論直子の父が隠しておいたものだった 直子さん蔵を壊してみてすっかり分かりましたよ茂太郎はニコニコしながら言った2人は広々としたベランダに遠い椅子を向かい合わせて庭から吹いてくるそよ風に頬をなぶらせていたあなたのお父さんの頭はえらい頭でしたね組織的の学問をしていたら、 おそらく大発明をしたでしょうよ。重太郎は語り続けた。お父さんのお考えは要するに、重力の応用なんです。ほらよく、富士山の上で、小石でも下へ落としてはいけないと言うでしょうその訳は、頂上で小石を落とすと、小石はコロコロ転んで、だんだん勢いがついて、自分より大きい石に、コツンと突き当たっても、 そのままその石で食い止められないで、今度はその石を揺るがす。すると、その石はだんだん動き出して、今度はそれよりももっと大きな石を動かす。ついには見上げるような大石を転ばすようになると、こういうのです。お父さんは多分、船の推進式からお考えになったのでしょう。船が推進する場合に、船は一本の細い綱で、 傾斜した水深台に止められていますしかもこれは直接綱で止められているのではなくいくつもの交換を組み合わせその最後を綱で止めてありますこの理屈はちょうど重いものを支えるのにただ綱で下げては持てないが柱にぐるぐる綱を巻きつけてその端を持っていると支えられるようなもので交換をたくさん組み合わせてその端を 細い綱で支えてありますで水深に際して支えている綱を切るとその弾みに交換が一つガチャリと外れて下へ落ちてその力で次の交換の端を叩くそうすると二番目の交換が外れる順次にそうしていって最後に大きな止めが外れる船が滑り出すというのですいずれも 小さいい力を利用ししして、てだだんだん大きくしていく方法でです。す。将棋倒しもこの理屈ですところでお父さんの考えたことはもう一つ。自動電話をかけた人は知っているが、10銭を入れる穴へ間違って5銭を入れると、下へストンと落ちてくる装置があります。あれはわけはないので、金の滑り落ちていく道に10銭は通り過ぎるが。 五千は通り過ぎることができないという感激をこしらえておけばよろしいのです。ナオコさん、よろしいかあなたのお父さんは、これだけのことを利用して、宝物を地中に隠したのです。あの鉄の塊を投げ入れた穴ですね。あれは、他の形のものを入れると、下まで届かないうちに、他の道にそれるようになっています。また、鉄の塊以外のものは、 同じ形でも重さの関係で下の底へ突き当たってもテこが外れないようになっています。つまりどうしてもあの鉄の塊でなければならないのです。鉄の塊が管に沿って走り出し、十分な強さになってドンとそこへ突き当たりますと、まず第一の交換が外れ、次に第二の交換が外れ、次に外れていって、 最後にあの落とし穴を支えている交換が外れて穴が開く仕掛けなのです穴の開いた時に蔵の壁が落ちたのは全く蔵の土台が腐っていたためでお父さんの設計ではそんなはずはなかったのですそのためにたまたま二人の悪者が死んだのはあるいは天罰かもしれませんあの二人は我々を尾行して蔵の外に立ち あわよくば掘り出した宝を横取りしようとしたのです。お父さんが宝を隠していることをあの木地という男が知って、もう一人の男に相談したのでしょう。木地はきっと五番の秘密を知っていたのでしょう。私の考えでは、あの五番の中にはダイヤモンドが入っていたのでも何でもなく、もしあなたに渡しておいた鉄の塊が紛失でもしたときに、 あの穴を型にして、鋳造することができるようにしてあったのでしょう。ところで、茂吉はたまたま五番の足を抜いて、盗難、蔵、鍵という暗号と、あの穴のことを知っていたのです。それで茂吉は、あの男にそのことを相談すると、暗号だけ知っていても、肝心のその足の中に入れてあった宝石がなくては何にもならないというので。 あなたたに目をつけ始めたのです無論悪人どもはあの穴に宝石があってそれが何かの役に立つと考えたのです友田商会の社長とか骨董屋の番頭とかいうのはみんなグルなのです凶暴して偽りの玉を大切そうに飾ってあなたにああいう形をした水晶なりダイヤモンドなりを出させるつもりだったのです 実際うまくやりましたから、あなただって、もしそんなものを持っていたら、取り替えてもらうつもりか、それとも値打ちを見てもらうつもりで、あの店へ持って行ったかもしれませんからね。あなたの持っていたのが、鉄の塊だったので、一向そんなことに気がつかなかったのが、向こうにとってはあいにくで、こっちにとっては幸いだったのです。ところで、あの二人はいつの間にか、 私たちのこととを嗅ぎつけていたた見えます私たちがあなたの郷里の方へ出かけたので、二人はきっと私たちが宝の在りかを考えついたものと思い、そっと後をつけて蔵の外で様子をうかがっているうちに、あの災難にあったのです。聞き終わった尚子は感謝に耐えないように重太郎の顔を見ながら。あれもこれも。 私なあなたのおかげですわ。私はあなたのおかげですくわれました。いいえ、茂太郎は首を振った。私こそあなたにすくわれたのです。私は幸福です。そう言って茂太郎は立ち上がって、固く直子の手を握った。直子はポッと顔を赤くしながら、じっと彼のなすままに任していた。